ウゴ・バンセル・スアレスは、ボリビアの軍人、政治家、独裁者。二度ボリビア大統領を務めている。一度目は1971年8月22日から1978年7月21日までの間、アイダクーデターにより、着任。二度目は1997年8月6日から2001年8月7日までのアイダ公式に選出されて着任。バンセルは、 ドイツ移民の子孫として生まれ、ボリビア・アルゼンチン・ブラジル・アメリカ合衆国の軍学校に通った。合衆国では、テキサス州のフォートウッドにある総工機兵隊学校やパナマ運河のスクール・オブ・ジ・アメリカスに通っていた。1961年陸軍大佐に昇進。3年後、バンセルの友人であるレネ・ワリエントス・ウルトゥーニョ将軍の下で教育文化大臣に任命される。 次第に政治的影響力を強め、ボリビア軍内では右派の勢力となる。また、陸軍士官学校とグアルベルトビジャロエル、陸軍学校の学長を務め、反ゲリラ闘争に携わった。1970年10月、右翼クーデターを起こして、当時の軍人大統領アルフレード・オバンド・カンディア、将軍を更迭させたが、すぐに、 左翼の不安補正トーレス・ゴンサーレス将軍による反動クーデターによりひっくり返された。バンセルは国外に逃亡したが、権力への野望は捨てなかった。この失敗の後、1971年8月18日に、バンセルはサンタクルース・デラシエラにおいて革命的な暴動を起こすことに成功し、多くの支持者を得て、ラパスの首都機能を統制するに至る。 三名の連合による軍部暫定政府の一員となり、8月22日には全権を掌握した。その後7年間、軍の最高司令官も兼務する。彼は選挙によらないまま大統領としてボリビアを独裁した。政治的な対立により、バンセルは1974年に左派政党を解散させ、ボリビア中央労働者連合の活動を禁止。 さらに大学を閉鎖した。元大統領のビクトルパスエステンソロの政党、民族革命運動等と極右のボリビア社会主義政治結社がすぐに支持を表明した。人権団体はバンセルが人気であった1971年から1978年の間に権力強化を図った結果、数千のボリビア国民が他国に避難を余儀なくされ、 三千人が政治犯として逮捕され、二百人が殺害されたと報告した。と呼ばれている。パスエステンソロも結局亡命し、エルナン・シレス・スワソ元大統領は逮捕、フアン・ホセ・トーレス元大統領は亡命先で暗殺されるという事件が発生する中、1978年に9年ぶりの大統領選挙が実施されるが不正投票疑惑などで、選挙は不成立。 フアンペレーダーアスブン空軍大将によるクーデターにより、バンセルは職を失った。1997年、バンセルは民主的な手続きにのっとって5年任期の大統領職に復帰した。この時は1979年に彼が創設した民族民主行動党の党首であった。この前に、1979年、1980年、1985年、 1989年、1993年の5回、彼は大統領に立候補したが落選している。バンセルは、前任者であるゴンサロ・サンチェスでロサダが進めた、民営化路線を修正し、国営企業を取り戻すことを公約。また、アメリカ合衆国の後押しによって、国家絶滅作戦と呼ばれる、ボリビア国内の麻薬一層計画を進めたが、これは物議を醸した。 そもそも、コカ栽培は、彼の一期目の任期中に、免許からの転作が進んで大きく増産された、ものであった。1999年末から2000年にかけて、アメリカ合衆国企業に買収されていた、コチャバンバの水道会社に対する抗議行動が激化。これは、コチャバンバ水紛争と呼ばれ、コカ絶滅作戦に反対するジャパレ地域のコカ。 生産農家のストライキや暴動と合わさって国内は混乱した。結局、コカ絶滅作戦は一部撤回され、伝統的な使用のためのコカ用の栽培や流通が認められることとなる。2001年に彼は肺がんを患い、8月7日に大統領職を退いて、副大統領であるホルヘキローガラミーレスに道を譲った。2002年5月5日に死亡するまで彼は、 アドンの当主を務めていた。スペイン語の一般的な表記方法では、バンザーは、バンザーと綴られるのが正しい。しかし、バンセルはドイツ語に由来する名字であるため、アセントはつけない。ありがとうございます。